吉田さん、ニンニクに限らずたくあんとかキムチとか漬物関係、ひいてはね野菜ですね、それからお肉、いろんなものありますけども、私たちは安さを求めると大量生産している輸入品になりがちなんですよ、選択肢が。まあ中国産であったりね、なんかよく業務用スーパーとかあって、あの冷凍食品っていうのありますけども、原材料は中国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 なんですよ。で、私は中国の安全管理品質管理っていうのが、このままいくと日本を追い抜いて世界トップレベルの品質にはなると思いますけども、現状土の汚染が放置されていて、そこで作ってる野菜を無選別に取ってきてるっていう、まあ、そういう現実もありますんで、やっぱりね、国産の野菜とか国産の原料の漬物とか冷凍食品に私は偏るんですよね。でもよく考えてみると、国内の産業がなんで衰退してるかっていうと、日本人が国内の産業をないがしろにしてるんですよ、ひどい言い方すればね。で、安いものを求めて大量生産している海外のものを依存してるんですよね。まあ、そうすると確かに100円とかで買えますよ、いろんなものが。ただその100円で買ったもののお金はどこに流れるかっていうと、国内産業を支えるためではなくって、海外の産業を支えるために使われてるんですよね。そうなると徐々に国内で農家をされている方とか生産業をされている方っていうのは、まあ売り上げが出ないですからね、どんどん廃業していくということになります。そこに国の政策も相まって、どんどんね、国内産業衰退してるんですよね。農業、林業、漁業衰退しまくりです。だって日本人ですら買わないわけですから。で、結構高くなるんですよ、日本産のものっていうのは。まあ物はいいです、信頼されてますし、品質管理もすごいし、鮮度もいいんですよ。ただ値段が高くなります。そうなると日本の美味しい食材は金持ちしか買わなくなりますね。お金持ちの方っていうのはエンゲル係数が低いですから、エンゲル係数っていうのは全所得に占める食費の割合です。所得が低いと所得のほとんどを食費に使っちゃうから、エンゲル係数高くなるんですよ。で、そうなるとお金持ちの人は月間で数百万とか数千万稼いでも、食費ってのはどんなに使ってもまあせいぜい100万ぐらいがアッパーなんですよね。数万とか数十万がいいとこじゃないかなと思うんですよ、どんなにいいもの買っても。そうなると日本国内のお金持ちが日本国内の産業を支えて、そしてお金のない人は言ってみれば日本の国内産業をどん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 貶めて、で海外のよくわかんない危険だと言われているものをどん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 ね購入するという、このおかしなスパイラルが生まれるんじゃないかなと思うんですよ。その結果国内自給率っていうのはどんどん落ちていって、そして日本ではよく言われますよね、食料品の3分の1ぐらい捨ててるんだと。これは何を捨ててるかっていうと、お金持ちが高級食材を買ったものは捨てられてないんですよ、ね、お金持ちは買ったものをしっかりと使います。だって余計に買う必要ないわけですから、一個一個高いですからね。でもどうですかね、あの大量に例えば冷凍食品買いました、傷んで捨てましたっていうものもあると思いますし、そういった低価格のものっていうのは廃棄する廃棄ロスの金額っていうのは安いわけですよ。例えば一ケース捨てましたって言っても1000円とか2000円なんですよね。高級食材は一ケース捨てるともう数万とか数十万になっちゃうんで、相当コストをかけた品質管理、運搬管理になります、ロジスティック管理ね。そうなるとね、無駄に捨てられてるものっていうのは低価格のものが多いんではないかなというふうに考えるんですよ。で、今回何が言いたいかというと、安物買いの銭失い、さらに文化や農業まで漁業まで失われてるっていう現実がここにあるんではないかなと思うんですよね。だから私はやっぱりこの日本という国を守るためにも、お金をなるべくたくさん使えるように一人一人がした方がいいと。で、一人一人がお金をたくさん使えるようにしようと思うと、選択肢を広げるためにたくさんお金を使えるようにしようと思ってね、一人一人がやっぱり収入を得る手段をもっともっと増やさないといけないのかなと思うんですよ。もちろんその中にはもらえるお金があってもいいと思いますよ。もらえるお金、ビジネスのお金、労働のお金、投資のお金、全部あったら最高ですけども、それを一つでも増やそうとしてるのかどうしようか、どうしようとしてるのか、自分の選択肢を増やすことはイコールこの国の選択肢を増やすことであり、まあ、次の世代へ報いることでもあり、前の世代への恩返しにもなるのかなと思うんで、お金を稼いで使う、この枠が広げれば広がるほど、なんかご近所同士良くなるんじゃないかなとかね、この国内、日本国内ってものが良くなるんじゃないかなと思いますね。そう思うと、なるべく身内には、日本人という意味でね、身内には高く買ってあげたいし、高く
払いたいなという気持ちもありますね。まあそう言ってね、あのトランザムにね1000万ほど使ってるのに、お前国産車買えやって言われそうですけどね。そこはすみませんでした。いってらっしゃい。